古川祐希は埼玉県草加市出身の元プロ野球選手。現在は読売ジャイアンツのデータ分析室スコアラー。小学校1年から5歳上の兄に連れられ、草加市スポーツ少年団の瀬崎ベアーズで野球を始めた。草加市立瀬崎中学校では公式クラブからの誘いもあったが、小学校時代のチームメイトとのプレーを希望したため、学校の軟式野球部に所属した。 カスカベ競栄校に進学し、2年秋から背番号1を背負ったが、左肘を痛めたため周期大会は投げていない。高3夏の埼玉大会決勝で、聖望学園高等学校に敗れると、甲子園への出場はない。上述の通り甲子園経験はないが、カスカベ競栄校時代は、浦和学院高等学校、砂が秀樹のライバルとして知られていた。 明治大学では、左のエースとして活躍し、久米祐希、水田博士、白石守と合わせて、明大カルテット、または M4 と呼ばれた。大学4年春には、リーグ2位の防御率1.14をマーク。通算成績は49試合に、当番、8勝7敗、防御率3.04。2007年のドラフトで、巨人に、大学、社会人3位での指名を受ける。 契約金7000万円、年俸千2 0 0万円。2008年、春季キャンプで原辰則監督から、実践的な投手。一軍の高いレベルから見られると賞賛を受けるも一、軍賞格はなし。イースタンリーグでは17試合に投げて3勝2敗、防御率2.62の成績を残す。2009年4月26日、中継補充のため。 高橋久則と入れ替わりで本来昇格する予定だった野間口高彦が首都高速道路で追突事故にあったため初の一軍昇格を果たす。そして当日の中日ドラゴンズ戦に5番手で登板しプロ初出場を記録した。最終的には一軍では6試合に登板し防御率4.50の成績を残し二軍では登板数十試合。 一勝一敗に S 防御率0.67の成績を残した。2010年は一軍当板はなく、二軍のみの当板に終わった。二軍での成績は17試合に当板し、0勝0敗防御率は3.38だった。2011年も一軍当板はなく、二軍のみの当板に終わった。二軍での成績は10試合当板、一勝一敗、防御率9.00。 2012年シーズンより育成選手となった。25試合に登板し、0勝0敗防御率0.46と結果を残したが、2012年10月2日、球団から来期の契約を結ばないことが発表された。2013年1月に巨人の打撃投手になることが発表された。2018年1月1日付で新設された。 データ分析室への移動が発表された。データ分析室ではトラックマンのデータ分析を担当している。大学時代は最速144キロの球位あるストレート、そしてキレのあるスライダーやシュートなどがある。巨人に入団したドラフト指名選手としては今までで最も身長が低い。2008年、2009年と2年連続で肩痛で長期離脱しており、 シーズンを通して投げられる体が課題である。2010年から投球フォームをスリークォーターからサイドスローに変えている。高校時代から理数系が得意で大学の一流スポーツ選手としては珍しい理系出身である。大学の時はキャンパスが他の学部キャンパスに比べて練習場から不便な場所にあったため練習場とキャンパスを通うため自転車で 毎日20キロは走ったという。古川の父の話によると、幼少の頃、実家の壁に向かって、的当てをしていたため壁に大きな穴ができてしまったという。修復してはまた穴を開け、を繰り返したため今までに修繕にかかった費用は、総額180万円とのこと。そのため、古川本人も契約金で実家のリフォームをしたいと話している。 このエピソードを聞いたスカウトらはまるで、巨人の星の主人公、星ヒューマのようだと笑ったという。憧れの人として、体格や投球スタイルが似ている東京ヤクルトスワローズの石川正則、好きな投手として、巨人 OB の斉藤正樹を挙げている。家族は妻、長男、次男。ありがとうございます。